皆さん、こんにちは。かつて女子プロゴルファーの岡本綾子さんが発した言葉が物議を醸したことがあります。岡本綾子さんのいわゆる日本決別宣言です。このことについて雑誌週刊現代2015年1月24日号に記事がありました。引用して内容をご紹介したいと思います。1983年の新年早々、岡本綾子さんが米国ツアーへの完全参加を表明しました。それだけでも日本のゴルフ界に衝撃を与えたのですが、その表明に伴う岡本綾子さんのコメントがさらに議論を呼びました。週刊現代は、協会の無神経さに嫌気がさした岡本綾子さんと題しています。週刊現代は続けて次のように伝えています。日本にもう未練はありません。私は旧態依然とした日本女子プロゴルフ協会を見捨てたんですと述べたとしています。岡本綾子さんがここまで協会を非難するのには理由がありました。1982年、プレー中に膝の痛みが悪化して棄権を申し込んだ時のことでした。競技委員会は棄権は認めない、スポンサーにどう説明するんだと言ったそうです。選手の立場に立って考えることをしない協会に失望すると同時に情けなくて涙が出てきたと述べています。協会の無神経さに岡本綾子さんが嫌気がさして日本のゴルフと決別したと解釈できる内容でした。しかし他の情報の岡本綾子さんのコンテンツを見ると印象がかなり違うことが書かれてあります。こちらと見比べてみたいと思います。岡本綾子さんは所属先の大和坊を通じて日本女子ゴルフ協会にアメリカツアー挑戦と国内試合の大部分欠場の了承を求めたとあります。それまで選手がアメリカへ行ったきりになって帰ってこないという書い LPGA ツアーフル参戦の表明などしたものはなく、岡本綾子さんの申し出は前代未聞のものであり協会側と揉めたのだとされていました。さらに岡本綾子アメリカ常駐へと新聞がすっぱ抜くとマスメディアも大きく取り上げ、プロゴルフ界全体を巻き込み騒然となったのです。ほとんどのマスメディアは岡本綾子さんのフル参戦を後押しする報道を行いました。しかし協会側の見解が出ないままに渡米した岡本綾子さんの後を追うように、ある週刊誌が岡本綾子さんのインタビューを歪曲したのだとされているのです。すなわち岡本綾子激白、さよなら日本女子プロゴルフにもう愛想がつきましたという記事を掲載し、センセーションを巻き起こしたというのです。このある週刊誌が週刊現代を指すのかは不明であり、岡本綾子さんがその旨の発言を実際にしたのかも真偽のほどは分かっていません。現在もご活躍中なので確認を取ればよいのですが、何せ40年近く前のことなのでご本人も正確な言葉や対応を覚えていないでしょう。こういったことは言った言わないの水かけ論になる可能性があるので、正確性を記さない内容については触れない、取り上げないのが吉でしょう。しかし現在岡本綾子さんは日本で数多くの若手を鍛え養成しています。岡本門下生の若手プロはいずれも実力者であり、試合でも結果を残しています。日本女子プロゴルフ界の未来を担う後進を育成しているという実績がある以上、岡本綾子さんの過去の発言などはすでに取るに足らないことではないかというのが大方の見方です。岡本綾子さんはその後任期途中に LPGA の理事副会長を辞任したことも騒ぎになりました。その真相に迫ってみたいと思います。岡本綾子さんが2002年12月、日本女子プロ協会理事職を辞任しました。最終戦 LPGA ツアー選手権リコーカップ終了翌日の2日、樋口久子当時の会長に辞表を提出しました。同月9日の理事会でこれが承認されたもので、2003年末までの任期半ばにして当時理事としてついている副会長職からも退くことになり、周囲は戸惑い困惑していました。1987年の米女子ツアー賞金女王として樋口久子会長以上に協会の顔ともいえる岡本綾子さんの辞任でした。理由はプレイヤーと協会の仕事を両立できない、これではどちらも中途半端になってしまう、プレーに専念したいというものでした。
これは理事たちにとっては寝耳に水の出来事だったといいます。理事会の前にご本人からメールで知らされましたが、びっくりしました。鈴木美恵子広報委員長が語るように、衝撃的な決断に誰もが驚きを隠せませんでした。しかし岡本綾子さん本人にとっては急な話でも何でもなかったといいます。1993年から理事職に就き、1997年からは副会長を務め、多忙ではあったものの、2002年のそれは半端ではなかったそうです。2003年からツアーとしての体制を整えるべく、 TPD と GBD を切り離してスタートさせる協会の TPD の責任者として環境整備に奔走していました。当時の実情を探ってみると様々なことがわかります。年間100日は拘束されていたそうです。他に試合中なども顔を見れば仕事をお願いするので、もっと働いてもらっていると思うと協会事務局が言うほどの激務だったそうです。これと本業であるプレイヤーを両立させようというのだから、体がいくつあっても足りなかったはずなのは誰が見ても明らかでしょう。試合のためには体調を整えたり、もちろん練習したりしなければなりません。2002年度シーズン17試合に出場しました。しかし終盤7試合で予選落ち4回、棄権1回、賞金ランクは57位に終わった岡本綾子さんがそこにはいました。これら苦悩の日々を打ち明けています。2002年になってからとにかく忙しかったそうです。練習したい、トレーニングしたいと思っても会議があったり仕事があったりして思うようにならない日々が続きました。何時間も座ったまま会議をして、水曜の朝コースへ行っていくらストレッチをしても体は戻らないと述べています。しかしそんなことの繰り返しだったそうです。当時51歳で未だ現役トッププロでした。理事職と板挟みになり、体も心もボロボロになっていました。これでいいのかな、私はこのままでいいのかなとずっと思っていたと述べています。自問自答の日々、そんな毎日に自ら答えを出したのは意外に早かったようです。やっぱりきちんとゴルフがしたい、そう思って決めたのは夏頃だったと振り返っています。心にしまい込んでいたその気持ちをその年度のシーズン終了を待ってようやく表に出した格好となりました。最初樋口さんにはこれは受け取れないわよと慰留された。でも私の気持ちは変わりませんと伝えたという固い決意に樋口久子さんも折れました。そもそも協会の役目は女子プロゴルファーをサポートしていくことです。すなわち選手がそのプレーすることを希望するなら応援していきたいと樋口久子さんは辞任が承認された理事会終了後にコメントしています。定款にのっとり、2003年2月14日の総会で岡本綾子さんの穴を埋める新理事を選挙で決めると当時発表されました。いかがだったでしょうか。今回は岡本綾子さんに関するトラブルの内容を深掘りしてきました。それにしてもこの時岡本綾子さんの辞任で明らかになったことがあります。それはやはり現役選手と協会理事の二足のわらじは難しいという事実でした。協会理事の仕事に就いたからには何か成果や結果を出さなくてはなりません。そのためもちろん中途半端に仕事をすることはできないのです。同時に自身のゴルファーとしての役目もあります。2003年には部門別の新体制がスタートしましたが、会員が増え賞金も拡大した当時、旧態依然のまま会員が理事として運営に携わっていく状態をこのまま続けていくことが適切なのか、そんなことが議題の俎上に上がったと後に聞いています。その道のプロをツアー部門のトップに迎えることを検討してもいいのでは、そんな提案から話し合いが始まりました。以前から言われてきたことでしたが、改めてそんなことを考えさせるこの時の岡本綾子さんの辞任劇でした。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。